はい、皆さん、こんにちは。ご近所集 YouTuber のゲソです。5月の2日月曜日ですね。皆さん、ゴールデンウィークの方楽しんでますでしょうか？私の方はね、毎日ね、だらだらと過ごしながらですね、YouTube なんかを撮ってゆっくり休んでおります。ということでね、もうあっという間にね、この連休もね、4日目に入っちゃいまして、もうあとね、今日終わるとね、あと半分ぐらいになっちゃいますよね、10連休のね。はい。ということで、まあね、普段ね、なかなか毎日、今は YouTube の撮れないので、貴重な時間をね、使って どんどん YouTube の撮ってね、お届けしていこうかなと思っています。で、今日はですね、こちらの動画に映っております、新商品になりますね。アンバーニックの RG503。こちらの方を手に入れましたので、こちらについていろいろね、語っていければなと思いますので、最後までまたいつものようにお付き合いいただければ幸いです。はい。それでは早速ね、商品の紹介の方行ってみたいと思います。まずね、ちょっとスペックの方を見ていこうかなと思います。こちらのね、アンバーニックさんの RG503 なんですけども、今回のね、この商品の最大の特徴はこちらのモニターにありますね。モニターの方が 4.95 インチということで、約5インチのモニターを搭載しております。で、まあ今までね、アンバーニックさんといえば大体2.8インチ、3インチ、3.5インチといったね、小型の商品のものが割とね、多かったんですけども、こちらのね、一つ前の RG552 をね、皮切りに、おそらくね、今後はこういったね、少しね、大きめのモニターのもので勝負していくんじゃないかなと思っております。で、RG552 とね、違うところがね、そのモニターサイズだけじゃなくてですね、モニターの素材もちょっと違いますね。こちらの方がですね、OLED というね、有機 EL ディスプレイですね。こちらを搭載しているものになります。このね、ちょうど今下に映っております、この初代のね、ビータ、こちらと同じような、有機 EL のディスプレイを使用した中華ゲーム機という形になります。で、有機 EL のね、最大の特徴はその発色の良さですよね。色がとにかく明るくて鮮やかというところが最大の特徴になります。で、画角の方は16対9ということで、オーソドックスなものを使用しております。で、解像度の方が 960×544 ということで、有機 EL のね、このビータなんかに近い感じのモニター感になっております。で、サイズの方はですね、この4.95インチがほぼほぼこの下に、置いてありますね。RGB10 MAX とか RGB10 MAX2 ですね。これと同じサイズのモニターサイズになりますね。はい。ということで、モニターにね、ちょっと一つ特徴を設けてますよっていうところが、こちらの RG503 の、売りになりますね。で、次、内部の CPU を見ていこうかと思います。内部の CPU にですね、一つね、今までとは違う、新しいね、チップを積んでいる形になります。チップの方がですね、6チップの RK3566 ということで、こちらの3326よりも1つ世代がね、上がったような感じのチップになります。で、こちらのチップ構成なんですけれども、クワッドコアのタイプになっておりまして、コアテックの A55、クワッドコアですね。で、最大のクロック数が 1.8GB ということで、こちらの方ね、1.5GB がマックスだったので、それよりもね、少しだけ、クロック数が高いという形になります。で、内部の RAM の方は 1GB ですね。ここね、2GB にぜひしてほしかったかなっていうふうに、個人的には思いますけど、ただ 1GB も 2GB もそんなにね、変わりはないと思うんで、価格を抑えるには、1GB でも良かったのかなとは思いますけども、個人的にね、ぜひこのチップをね、一つ上げたんであれば、メモリの方も 2GB にしても良かったのかなとはちょっと思ってます。はい。で、Wi-Fi の方に対応してまして、Wi-Fi の方が、5GB ですね。5GHz 帯に対応しているという形になります。はい。そして、ベースの方が、Linux ベースとなっておりまして、MLX であったり、ArcOS なんかが多分使えるんじゃないかなと思います。はい。で、サポートはですね、公式で発表があるのがですね、こちらの3326と変わらないですね。同じものが動くという形ですね。で、こちらで動かせなかった何か新しいものが動かせるようになったかっていうと、今のところは、特に何も変わらず、今まで動いていたエミュレーターをそのまま動かせますよっていうのが特徴ですね。で、一応、内部のクロックが上がっているので、動作がね、結構ギリギリのところで動いていた PSP とか、Nintendo 64、ドリームキャスト、このあたりがこちらよりも若干快適になってますよっていうのが、売りになりますね。あとは、特筆すべき点はそんなにないんですけども、一応内部バッテリーの方が、3500mAh っていうのと、あとは、サポートの、
マイクロ SD の、最大の容量が 512GB と、明記されてますね。おそらくこれ 512GB というのは、これスロットね、いつものにアンバーニックで、済んで、2つスロットがついてるんですけども、片方に256を挿して、2つ合わせて512まで、漏れますよっていう形になると思います。512のシングルスロット差しが対応してるかどうかは私にはちょっとわかりません。はい。という形の商品になります。はい。で、あとはですね、ちょっとビルドクオリティなんかを少しね、見ていこうと思いますね。はい。ではちょっとね、画面の方切り替えます。はい。ではちょっとね、ボディの方を見ていこうかなと思います。まずこちらの方ですけども、RG552 とかね、あとは MP と違って、ボディの方はね、プラスチックになってます。表面に、メタリックの塗装が施されている、プラスチックのボディになりますね。はい。こんな感じで。今、私が購入したのは、メタリックブルーですね。で、MP よりも青がね、ちょっとね、弱い感じになりますね。MP の方はもっと青の方、色がね、濃くて、かなり、ブルーだっていう感じだったんですけど、まあ、これはね、光の加減によってはちょっとグリーンとかに見えなくもないかなっていう感じの、まあ、水色っぽい感じのメタリックになりますね。はい。で、近づけてみるとわかるんですけども、本当に単色のこのメタリックで、中にね、細かいラメとか入ってるとか、そういう感じではないですね。はい。なので、シンプルな、メタリックのちょっと薄手のブルーが吹き付けてある感じになります。はい。で、ボタン周りちょっと見てみましょうかね。下に、アナログスティックが左右にね、2つついてます。そして、D パッド十字ボタンと、ABXY の丸ボタン。それと、左側にセレクト、右側にスタート。そして、底ですね。ボディの底に、スロットの1、2という形で、マイクロ SD が2枚させるような形になってます。はい。それと、左側に、これがリセットボタンですね。それとこちらがファンクションキー、ホットキーですね。という形でなってますね。はい。で、ボディの横を見ていくと、左側に電源、そして右側にプラスマイナスの音量ボタン。で、上部を見ていきますと、この横並びの L1、R1、L2、R2 がついている形になります。で、特筆すべき点は、この R2 がね、ちょっと盛り上げてあって、高さがね、少し変わってます。なので、まあ、こう押したときにね、おそらくこの高さを変えることで同時押しをね、防いでるんだと思いますね。はい。まあ、これちょっと後で説明しますけど、そんな感じになってます。はい。で、あとは、上部に、右側に、パワーバッテリーを供給する、C タイプの、USB。それと左側にデータ転送用の、USB-C、同じくですね。が、一つずつついてますね。で、中央あたりに 3.5 ミリのイヤホンジャック、それと、こちらの外部出力用の HDMI 端子ですね。がついている形になりますね。はい、ちょっと背面見ていこうかと思います。はい、背面の方は、少しだけ湾曲が入ってますね。グリップしやすいようにということで。と、あとですね、これ表面が、こうザラザラした感じになっていて、グリップの役目を果たしている感じですね。特に何か素材を貼っているわけじゃなくて、表面のね、プラスチックにこのつぶつぶの、すごく細かい粒子のつぶつぶをつけていることによって、こうザラザラして滑り止めの効果になってます。はい。あとはあれですね、ごめんなさい。下部でちょっと説明し忘れたんですけども、左右にね、左右の端のところに、スピーカーですね。これはね、ステレオタイプになってます、ちゃんと。二口ついてて、実はフェイクでモノラルですよっていうんじゃなくて、ちゃんとスピーカーが二つついていて、ステレオでちゃんと音が出てきます。はい。なので、音はね、結構良いですね。といった構成になってますね。で、あとは、もう一つの特徴として、このディスプレイの方がですね、こういった形で、ちょっと、フルフラットではなくて、掘り込んであるような形になりますね。はい。といった形になります。で、これ多分掘り込み入れている理由はですね、まあ、デザイン的なおしゃれさではなくてですね、まあ、早い話がですね、この有機 EL がむちゃくちゃ損傷しやすいんですよね。なので、フルフラットにしておくことで、まあ、当たった時とか落とした時の衝撃で、まあ、簡単に、この有機 EL ってダメになっちゃうんですよ。なので、その衝撃とかを少しでも和らげるために、おそらくですけど、この掘り込みを入れて、例えばこう落ちた時も、ダイレクトに液晶に当たらないように、掘り込みをこう入れて、少しね、モニターを下に
落としているのかなっていうふうに個人的には思いました。まあ、もしかしたら単純なデザイン的な目的でこうしているのかもしれないですけども、私はそういうふうに感じました。おそらくこの有機EL がかなり脆いので、もともと有機EL 自体が。はい、なので、少しでも衝撃から守ってあげるために、少し段差をつけて彫り込みを入れたのかなって思いたいです。はい、もしデザインでこれをやったんだったら、まあ別に何の意味もないなって話ですね。はい。はい。っていうのが、主なね、ビルドの構成になっております。で、じゃあ次ね、ビルドのそれぞれのちょっと、感触とかね、触り心地をちょっとお伝えしていこうかなと思います。はい。まずね、このアナログスティック見ておこうかと思います。で、この右のアナログスティック、これに関してはね、まあ、いつも別にこれ右ついててもほぼほぼ使うことないんですよ。まあ、たまにこうカメラ切り替えたりするものが発生するんですけども、別になんで、ここは激しくこうグリグリ動かすことはほぼほぼないんで、まあ、ここは可もなく不可もなくですね。はい。別に、特段すごい使いやすいとか、すごい使いづらいとかいうのは別に全くないです。右側に関しては。はい。で、次、左側行ってみたいと思います。左側、これに関してはね、むっちゃくちゃ操作しづらい。なぜなら、これ下につきすぎ。どう考えても。はい。ここのピッチがあまりにも狭いせいで、持つときにこんな感じになるんですよ、指が。見てください、この指。こんなっすよ。こうであってもいいですけど、ただね、指のね、この可動域がね、狭すぎてね、操作しづらい。波動拳とかむちゃくちゃ出しづらい。これダメっすね。もうちょっと全体的に上にしなかったらダメですね。はい。これはね、すっごい操作しづらいです。はい。こっちの RGB10MAX と比べてみるとわかるんですけど、このボディ全体に比べて、下に余白があるじゃないですか、こっちは。こういう感じで。これね、おしゃれでこう膨らましてるわけじゃないんですよ。絶対に。ここの親指を、こう、なんていうんですかね、しっかりこう、ここの上に乗せられるように作られてるんですよね。こういう風に。で、ここのピッチがないと、親指を置いた時に、見てください。指先しか乗らないんですよ。めちゃくちゃ操作しづらい。うん。この指先を、こう、つま立てて、波動拳とか出さないとならないんで、すっごい出しにくいんですよね。これもうちょっと全体的に上につけるべきでしたよね。はい。これはね、ミスです、絶対に。どうしたアンバーニックって感じですね。いつもこういうところには計算され尽くしたものが、設置されているはずなんですけど、このね、左のアナログスティックはむちゃくちゃ使いづらい。うん。ここのピッチがね、いくらなんでもね、狭すぎるよ。うん。絶対ダメ。はい。という形でちょっとね、この左のアナログスティックはもうはっきり言って操作しづらいです。入力感度は悪くない。もちろん入力感度はめちゃくちゃいいです。いつものスイッチのこのアナログスティックを使ってるので、入力感度は全く問題ない。押し込みにもちゃんと対応してますし。はい、だけど、位置が悪い。下につけすぎ。操作絶対しづらい。はい。っていう感じですね。はい。で、次、D パッドですね。これはね、まあ、可もなく不可もなくかなって感じですね。まあ、いつもの感じですね。どちらかというと、だから351V とか、あのあたりと結構似たような、ちょっと硬めの感じかな。うん。だから斜めがちょっと若干最初は入りにくいかもしれないです。ただ使ってるうちに中のゴムが柔らかくなってきますんで、そういった面を考えると、この硬さで別にいいのかなと思います。中のね、最初から柔らかいやつって、長期的に使ってるとね、すぐ破れてきちゃうんですよ、中のゴムが。はい。なんで、最初固めのやつっていうのは使ってるうちにだんだん馴染んでくるんで柔らかさが。それでちょうど大体良くなってくるんですよ。で、長期的に使えるって感じになってるので、まあ、私は別に最初に固めでも使ってるうちに柔らかくなってくるんでそんなに嫌いじゃない。はい。なんでここはまあ人それぞれですね。ただ固めだよってことだけは言っておきます。はい。で、次、ABXY。これですね。これもね、どうしてアンバーニックって感じですね。引っかかりがあるんですよ、押してっと。キュッキュッって。で、なんかね、側面見ると、わかりますかね?ちょっとわかんないかな。ほら、これ、ゴムの擦れた跡みたいなのわかります?これ。このボタンのところに。これ全部あるんですよ、こういうところに。ほら、ほら、ほら、カスみたいなやつが。ってことはね、これ詰まりすぎなんですよ、ボタンが。だから引っかかるんですよ、押してるとたまにキュッて。まあ、ここもアンバーニックらしくないですね、いつもの。どうしたって感じですね。はい。これはね、押しててすっごく気になります。なんかたまにキュッてね、ほらほら、引っかかるみたいな感じになるんですよ。わかります?今。ほら。わかります?これ今の。普通はこう。で、こういう感じに、こうなるんですよ。カツってなるんですよ。なんか、引っかかってこう。だからこれね、ボタンと、この隙間がね、密着しすぎなんですよ。もうちょっと遊びを入れてあげないと、こうなっちゃうんですよね。
アンバーニックらしくないですね、これも。うん、どうしたって感じですね。はい、でそのせいで、ここの擦れたこのカスみたいのが、使ってるとどんどんここに溜まってきて、たまに拭いてあげないとね、ちょっと目障りになるって感じですね。はい、よくないです、ここは。バット。次、スタートセレクトですね。まあ別に1はまあいいとして、別にそんなに頻繁に押すボタンじゃないのに、なぜこんな高く取ったって感じですね。突起しすぎでしょって感じですね。これ見てください、ほら、こんな D パッドと同じぐらいの高さなんですよ。こんな高い必要ないでしょって。もうこれ高くしちゃうとやぼったいっすよ絶対。であと、これなんでこんな丸っこいのにしたのかなって、ホットキーみたいな横長にすりゃいいのにっていう、デザイン性もちょっと良くないっすよね。はい、うん、ボタンの高さがね、明らかに高いんですよ。こんな高い必要ないでしょっていう感じですよね。だからまあこれぐらいでいいっすよね、高さ的に。わかります？この本体に関してほとんど出っ張ってないじゃないですか、これぐらい。こっち見てみますね。わかります？この出っ張りさ。こんな出っ張る必要ないでしょうって話ですよね。あ、ここもほら見てください、ゴムのカスがついてますね。はい、なのでそうですね、ここもなんだかちょっとやぼったいなって感じですね。まあ、別にまあ押した感じは普通ですけど、はい、可もなく不可もなくですけど、まあ、あとそんなにねスタートとかセレクトを連打してガチャガチャ押すっていうボタンではないので別にいいんですけどね。はい、なんかちょっとかっこ悪いなって感じですね。アンバーニックらしくない、うん、はい、次側面行ってみたいと思います。このね、側面ですよ。側面っていうかね、このファンクションキー、なんでこんな位置につけたんですかね、意味不明です。これなんかね、自分なんでこんな位置についてんだろうなと思ったら、なんか RG55 にもここについてるらしいですね。あ、違う、 RG55 にはファンクションキーないのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど、あ、ないのか。そうか、 RG55 には確かなんか下部にリセットボタンだけあって、ファンクションキー確かの画像を見た時に見当たらなかったんですよね。で、こいつはファンクションキーついてるんですよ。なんですけど、なんでこの位置につけたって感じじゃないですか。だってファンクションキーって単体で押すんじゃなくて、何かと合わせて押すじゃないですか。例えば L とファンクションキーとか、スタートとファンクションキーとかですよね。って考えると、プレイしてるじゃないですか。ファンクションキーと R とか押したいとき、こんな感じっすよ、押すの。こんな感じ。無理っしょ、俺プレイしながら。ステートセーブとかしたいと思ったら、こんな感じで押すんですよ。こんなのとか。なんでこんなとこにつけたんですかね。意味不明っす。うん、ここはね、操作しながらマジで思いましたね。なんでこの位置にファンクションキーあんのって。こういうとこにつけりゃいいじゃないですか、普通に。隣り合わせとかに。こことかでもいいですし、余震場ね。ここはないでしょうって感じですよね。だから、いつもこういうボタン配置とかには、すっごい細心の注意を払って、気配りしてるのに、なんで今回に限ってここにつけたのかなって感じですよね。意味不明です、マジで。まあ、リセットはわかるんですよ。そんなに押すこともないし、間違って押しちゃったら、ゲームとかね、リセットされちゃいますから、まあ、間違って押さないようにっていうことで、この下部につ押しにくい位置につけてますよって。わかります、すごい。ファンクションキーダメでしょ、ちょいちょい押すんだから、ステートセーブとかステートロードとかで、うん、メニュー出したりするんだから、これじゃ押しにくいでしょ、どう考えたってって話ですよね。こんなのとか、この同時押しとか、プレイしながらとても押せないよって感じ。だから一回プレイするときに手を離しちゃうことになりますよね、操作から、うん、絶対に。だからこれ絶対ダメですよね。なんでこんな位置にしたんですかね。意味不明です。はい。まあ別に押しにくさは、まあ、かもなくかもなく。どっちかというと、でもやっぱり、これちょっと掘り込んで落としてあるんですよ、ボタンが。だから、こう押すじゃないですか。こう押すから、押しにくいですね、はっきり言って。指の腹で押そうとするので、どうしても、指先とか、こういう先が尖ったところで押さないと、グッて押せないんですよ、うまく。指の腹とかだとこうへこんでるんで、ボタンが。だから、まあ、押し、位置も押しにくいし、正直指の腹とかで押そうとした時に押しにくいんで、押しにくいです、ここは。はい。なんでこの位置につけて、しかもこのボタンのなんか盛り上がりもないようなボタンにしたのかが意味不明です。はい。っていう感じですね。はい。で、次、LR の前に、まあ、別に、あ、ここはいいかな。まあ、電源ボタンは可もなく不可もなくですね。まあ、ここで、ポチッと押せるんで、なんかしながら。まあ別になんかしながらこれを押すことはないですけどね。はい。で、あとは音量ボタンもまあここですね。プラスマイナスがついてる感じですね。まあ、ここもまあ、そうですね。指がこう持ちながら、ちょっとうるさいなってなった時に、こうスライドさせ
て、まあ押せなくもないけど、まあ、押しやすくはないかな。押しづらいですね、どっちかっていうと。うん。なので、この辺についてた方が、ちょっと延長上でカチカチって操作できるんで、この辺についてた方が良かったかなって正直思いますね。はい。これをもうちょっと全体的にこっちに詰めるなりして、うん、別に真ん中を取ってる必要性はないので、もうちょっと左とかに寄せて、まあ、こっちに音量ボタンをつけるか、まあ、こっち側に逆に寄せて、こっちに音量ボタンをつけるかっていう風にした方が理にかなってるかなと思います。ここだと、ね、こう操作してて、ここに指持ってきた時に離れちゃうじゃないですか、この辺が、指が。こうやって、こうはやれないでしょ？やっぱりこうやってて、こうなるじゃないですか。うん、だから、やっぱりこの辺についてた方が理にかなってるよね。うん、この辺もいつもそういうのは計算して作ってるはずなのにどうしたって感じですね。うん、であればこの横につけるんであれば、うん、でもジョグダイヤルだとここを操作しながら干渉しちゃうか。うん、だからやっぱこれしかないかな。プラスマイナスしかね。うん、この押しボタンしかないか。うん、難しいとこですよね。だからここにつけてくれた方が良かったかな。だからこれら辺はこの RGBTMAX とかを見ると理にかなってますよね。ちゃんとこの延長上にあるから、プレイしながらうるせえなと思ったらこういう風にね、ここら辺でピピピピッと変えられると。で、ここについてるんじゃ、それができないよって話ですよね。はい、あ、その辺ちょっとね、気にしてほしかったな。まあ、例えばこっちのバーキリーの X15 なんかも、こうプレイしてて、あ、うるさいなと思ったらここにあるんで、パパッと変えられますよね。指をパッと持ってくればいいので。そういうところをね、いつも考えてるはずなんですけどね、この、X39 にしたって、やっぱここですよね。うん。やっぱここだよ。うん、絶対この上か。うん。ヨシンバはこの下？下だったらジョグダイヤルでも OK だよね。こうプレイしてて、あ、うるさいなと思ったらジョグダイヤルならすぐパッと親指ね伸ばして、クリクリってやればいいんで。まあでも一番ここがいいよね、やっぱね。上部がね。プレイしてて、カチカチっとすぐね、指をこうちょっと伸ばせばいいだけなんで。なんで、ここはね、どうしてここなのかなっていうのがちょっと疑問ですね。うん。縦型のこうゲームボーイとかだったら、ここに操作キーがあるじゃないですか。だから横にこうつけても、同時にこう操作できるんですよ。こう操作しながらここカチカチといじれるじゃないですか。で、ね、横型で、ここが手に常に干渉してる位置に持ってくるのは、悪手ですよね。うん、正直な話。なんでここにつけたのって、アンバーニックらしくないんじゃないって感じですよね、うん。いつも考えてやってくれてるじゃん、みたいな、うん。っていうところがちょっと気になりますね。で、次。この LR か。LR ボタンいってみたいと思います。LR に関しては、いつものようにね、この側面から押しても、押せるようになってるんですけど、これね、ひょっとして個体の当たり外れあるかもしれないんですけど、左側はね、いつもね、しっかり押せるんですよ。だけど、右側がたまにね、この側面とかで押そうとすると、なんかね、うまく、グッてね、押し込めない時がね、何回かありました。だから、これはちょっと個体差があるかもしれないけども、私のところに届いたのは、左側はいつでもしっかり押せる。右側が本当にごくたまにですけど、なんかうまく押せないことが何回かありました。はい。なんで、この辺の入力感度はいつもに比べると、ちょっとね、悪いかなって思いましたね。いつももっと軽く本当フィットするぐらいでも、カチッてしっかり押し込めて、この LR 素晴らしいなっていつも思ってたんですけど、今回のこの右側に関してはね、なんかね、あんまり、こう押し心地も気持ちよくなかったし、押した感じ、ミスタッチがね、たまにありましたね。はい。で、次。このね、冒頭で申し上げた、L2 と R2。これがね、外側の L よりもね、高く取ってあるんですよ。で、これによって、おそらくこうやって操作してるときに、ここを押したときに、同じ高さにしちゃうと、こう指をかけるじゃないですか。なので、同時にね、押しちゃうことが多いでしょうっていうことで、おそらく高くしてんだと思うんですよ。高くすることで同時押しを防いでる。っていうふうに思うんですね。ただですよ。これはね、どう考えても無理なんですよ。横並びにすると、ほとんどね、同時に押しちゃいます。っていうのも、こう持つじゃないですか。さっき言ったように、これアンバーニックの良さが逆にね、握手になっちゃってるんですよ。要は、アンバーニックってこの横からもしっかり押せるように作ってあるじゃないですか。で、ここを押そうとするときに手の位置っていうのは変わらないじゃないですか。
で、こう持ってここに指をかけようとすると、わかります？今カチッって入ったの。ここを、この人差し指で押そうとすると、カチカチってなりましたよね。ここを曲げた時にね、ここを押しちゃうんですよ、どうしても。なんで結局ね、高くしてもらっても同時押しになっちゃうんですよ。ここを押そうとすると。わかりますかね？はい。こっちもそう。ここだけを押すっていうのは、こういう形で持たなくちゃいけないから、こんな形でプレイしながら押さないっすよね。はい。なので、やっぱりね、横並びダメっすよ。どう考えてもダメ。もう絶対これにした方がいいよ。この縦並び。これだったら絶対押さないもん、同時に。押したいボタンだけ押せるから。だから、もうこれにしなきゃダメっすよ、今後。中華ゲーム機に限らず、ハンドヘルドは。絶対縦並び、2個つけるんだったら。この横並びだとね、絶対同時に押しちゃうから。絶対ダメ。だから、この縦並びにね、ぜひね、してほしい。もうこれ統一してほしいですね。で、ものすごく安く出す場合は、なんていうんですかね、この縦並びにすることによってコストがかかるっていうんであれば、こういった4000円台の中華ゲーム機は別にこれでもいいですけど、もうそういうのにこだわらないで、手触りとかに。だけど、やっぱり、あんまり肉ぐらいになるとかなりお値段しますから、やっぱそういうところにもこだわってほしい、ぜひ。ここはだから、高くしていただいたんですけど、そうじゃないって感じですね。高くして気を使うぐらいになったら、この縦に並べましょうって感じですね。この横に並べるのはもうやめましょう。もう古いよ、絶対に。スタイルが。という感じですね。はい。ボタンの押し心地的にはそんな感じです。あとね、もう一つ特筆しておきたいのは、背面にさっきね、この滑り止めがついてるって言ったじゃないですか。で、少しこの盛り上がりがね、入ってるんですよ。で、これによって、これね、すっごい持ちやすいです。グリップ力はすごい高いですね。ここのザラザラが、ほんとね、いい感じですね。例えばこのアンバ、えっと、パウキディの、RGB10 MAX。これも膨らみが入ってて、グリップしやすくなってるんですよ。こういうふうに。だけど、やっぱね、表面がツルッツルなんですよ、これ。だから膨らんでフックできるとはいえね、ここはね、滑っちゃうんですよ、こうやって。で、膨らみはすごく持たせてるんですけど、指がしっかりかかるようにみたいな感じ。でもね、結局ツルツルだから滑っちゃうんですよね。だから、このザラザラがあることで、しっかりね、滑り止めになってるんで、膨らみはそんなに持たせてないんだけど、こっちの方がはるかにね、この RGB10MAX2 よりもグリップ力が高いですね。しっかり持てる。汗とか、汗ばんで手とかで握ったとしても、滑ったりしないです、絶対。これはだから、このザラザラはね、ナイスって感じですね。すごくグリップ力がいい。なんか、触ってても気持ちいいし、なんかサラザラして。という感じですね。ビルドクオリティに関しては、そういった感じになりますかね。では次にですね、液晶の、方をね、見ていこうかなと思いますので、画面の方を切り替えてみたいと思います。それではね、次に液晶の方を見ていこうと思うんですけども、まずね、この今ね、3つ並べてるんですけども、見てね、すぐわかる通りね、この真ん中の RG503、これがね、もう圧倒的に明るいです。で、上からね、パウキディの X15、それからアンバーニックの503、RG503、そして一番下がパウキディの RGB10MAX2 という形になりますね。で、ほとんどね、画面サイズはね、ほぼほぼ一緒です。これがね、一応5.5インチだったかな。で、少しだけこの2つよりも、画面の方がね、大きくなります。で、この2つに関してはほぼほぼ一緒ですね。5インチっていう。まあ、これ4.95インチの5インチなんですけども、同じです。画角のサイズは。っていう形になりますね。で、まあ、やっぱりね、これね、有機 ELD のね、特徴をね、最大限に発揮してますね。これ、とにかく明るい。どのシーンでもね、明るいんですよ。でも、近づけるともっとわかると思うんですけど、まずじゃあ、一番暗めのね、この RGB10MAX2、これからちょっとね、接写で描写したいと思います。こんな感じです。次に、パーキーの X15。まあ、こんな感じですね。これもね、結構明るいです。綺麗ですね。発色も綺麗に乗ってます。で、最後、RGB503。全然違いますよね。明るさがまるで違う。で、明るいだけじゃなくて、このね、2つの IPS 液晶と比べてね、もやがね、かかったようなね、感じがないんですよ。液晶のね、表面にもやがかかったようなね、
うっすらですけど、漢字にね、ぼやっと感じで、ぼやっとした感じでね、画面が映るんですね。これとこれを比べると特に分かるんですけど、これが、RGBTMX2、それとこれが、RG503。こっちはすごくクリアじゃないですか、画面が、精細に映ってる。でこっちは、なんかあの表面に軽くスモークというか、もやがかかったような感じになってるんですよね。はい、これがやっぱ IPS 液晶との、明確な違いですね。で、解像度に関しては同じですね。あの、この画質の粒子の精細さに関しては、こっちが特段極めて、あの、きめ細かいかって言われると、そんなね、差はね、感じないですね、正直な話。こっちと比べた方がわかりやすいかな。こっちもかなりテクスチャーのこの粒子がね、かなり細かく鮮明に粒立ってね、あの、表現されてるのがわかると思います。で、こっちが、RG503。色とかね、明るさがこっちの方が際立って濃いので、濃くて明るいので、あの一見綺麗に見えるんですけど、ポリゴンのね、形状とかその描写をよく見てみると、その繊細さはね、変わんないです。こっちもこっちも。こっちが色が濃くて明るいから綺麗に見えるだけで、ポリゴンのこのテクスチャーの表現は変わんないですね。正直な話。はい。っていう感じになりますね。だからもう色がね、あの発色のノリが良くて明るい。っていうところですね。で、これがね、非常に難しいところなんですけど、正直ね、良くもあり、悪くもありってところなんですよ。っていうのも、こういった、ポリゴンのテクスチャーを表現するには、これね、有機 EL っていうのはすっごく適してて、色鮮やかで鮮明にね、映し出せるんですよ。ただ、あのね、ドットのゲームですね、スーパーファミコンとか、ネオジオとか、ああいう感じでドットをたくさん打ってあるようなゲーム、特にネオジオですね。ネオジオのあの、龍子の剣とかやるとすごいわかるんですけど、ドットがね、すっごく、とにかく数が打ってあるんですよ、龍子の剣って。あの、デカキャラで戦う感じになるので。で、その時に、この鮮明で、なんていうんですかね、明るくくっきり映るっていうところが、逆にね、足を引っ張っちゃうんですよ。っていうのも、そのね、ドット一粒一粒があまりにも鮮明になっちゃうんで、キャラがね、なんかこう、カクカクするんですよね。逆に、ドットが、こう目立っちゃって。で、こういった IPS 液晶とか、まあ昔のブラウン管だと、そういう、この、なんていうんですかね、ドットのガクガクをですね、こう丸くうまくそのぼやかしでね、あの、丸く見せれてるんですよね。そこが、こいつだとかなり際立っちゃうんですよ。なんで、かなりね、あの色の発色とかむちゃくちゃ綺麗なんですけど、なんかね、不自然さを感じるんですよ、やってて。はい。で、当時の、やっぱりその、ブラウン管とかで遊んでた人は、私なんかもそうなんですけど、特にすごく違和感があって嫌な感じになります。逆に。はい。なんで、ドリームキャスト、プレイステーション1、で、あとは PSP、このあたりのポリゴンのゲームを、解像度のスケーリングを、まあ、2倍とか3倍に上げて、遊ぶときはすごくいいです。ただそれ以外の時は逆にこっちの方がゲームやっててなんか映りがあのしっくりきますね、正直な話。はい。で、もう一つの欠点としては3倍ぐらいに上げるとほんとすっごい綺麗なんですよ。ただ3倍に上げてゲームをできるパワーがこいつにはないんですよね、正直な話。だからこの新しく積んでもらったクワッドコアの 1.8GHz だとちょっと力不足。3倍まで上げちゃうとゲームがやっぱガクガクになっちゃうんですよ。はい。なので、やっぱ2倍が限界なんですよね。こいつだと。だから2倍だと、まあ、正直さっきも言ったんですけど、明るささえ取れてれば、こいつとそんな変わんないんですよね。正直見た目が。はい。だからここもここも両方綺麗に私は見えちゃうんで、明るさがこっちの方が明るいですけど、ただ私ね、ゲーム全体的な、にそうなんですけど、もうおっさんで目が弱いんで、あんまりね、あの、今これ高度を両方とも100に上げてるんですよ。だけど、いつもゲームやるときって、この、X15 とか、ちょっと暗めの RGBTMAX2 なんかでも、輝度をね、80ぐらいまで下げるんですよ、逆に。100でやってっとね、2時間ぐらいゲームやってると、目痛くてしょうがないんですよ。明るすぎて。目に飛び込んできたときに。で、テレビのモニターとかだと、割とテレビと目が離れてるんでいいんですけど、ハンドヘルドってかなり顔に近づけてプレイするじゃないですか。だそうすると、輝度100でやるとね、目が痛くてしょうがないんですよ、ずっとやってると。2時間とかやってると。なんで、この鮮やかさが逆にね、穴になっちゃうんですよね。2時間とかやってると。目疲れんすよ、すごい。はい。
結構ね、長いこと時間ちょっとプレイしてみたんですけど、やっぱ明るすぎてね、なんか逆に下げちゃったりするんですよね、明るさを。はい。なので、まあ人それぞれだと思うんですけど、まあ、この明るさと色の発色の良さを良しとするかどうかっていうのは、まあ好みが分かれるところがあるんじゃないかなって個人的に思います。ただ間違いなく液晶はね、抜群にいいです。はい。とにかく明るい。とにかく明るいです。色のね、ノリがすごくいい。発色がすごいんですよ。そう。で、まあこういうね、ドットとかが粒立って見える。はい。だ、それを良しとするかどうかですね。はい。で、私は正直、すごく綺麗でいいんですけど、目が疲れる疲れないで言うと、こっちの方が疲れないんで、こっちの方がおじさんの目には優しいなと感じますね。はい。ということで、液晶はね、まあ、間違いなくこいつが抜群に今までの、中華ゲーム機の中では群を抜いていいかなって思いました。まあちょっと RG55 に実際に、モニターのね、リアルのモニターを見たことがないんで、なんとも言えないんですけど、もしかしたら RG55 よりも液晶だけはこっちの方がね、綺麗なんじゃないかなって思いました。ということで液晶の話以上としたいと思います。はい。ではね、次、エミュレーターの動作検証のね、少し触れていきたいと思います。本日ね、使用するのはドリームキャストのエミュレーターでね、動作検証の方行ってみたいと思います。で、比較としてですね、先ほど使ったこの RGBTMX2 とパーキディの X15、 こちらをね、使用して、どんな感じになっているのかということで見ていきたいと思います。で、性能的にはですね、この RG503 がこの2つに比べて、まあ、若干ね、性能の方が上がってます。で、まあ、こちらが、まあ、クロック数が 1.5 ギガの、これが確か 1.3 ぐらいまで出るのかな。だから、ここがね、ほぼほぼ一緒です。OS がこっちが Linux、こちらも、503は Linux で、こいつだけ Android なんですよ。で、Android の方が、エミュレーターの再現性とか、動作が軽いので、そこら辺を差し引くと、ここら辺は、この2つはね、ほぼほぼ一緒です。はい。で、一応こちら、レトローズの OS を使ってます。RGB10 Max2 に、レトローズを、最新のものですね、0.60を入れて動かすことになります。で、エミュレーターの方はフライキャストですね。で、こちらの方は、エミュレーターの OS がですね、エミュレックをベースとしたアンバーニックさんのオリジナルの、OS が入ってます。ただ、まあ、アンバーニックオリジナルって言っても、エミュレックを少しいじったような感じになるので、ほぼほぼエミュレックですね。どこの、バージョンをベースにしてるのか分かんないんですけど、今最新エミュレックが、4.5なんですよ。で、おそらく多分その一つ前の4.4あたりをベースにして作ってるんじゃないかなと思います。で、発売してすぐにですね、海外のレビューアーの方からドリームキャスト音割れがひどいっていうことで、レビューが上がってたんですよ。で、それを多分受けて、緊急ですぐパッチを出したんだと思うんですけど、今ね、パッチが出てます。で、ドリームキャストと、あとストリーミング再生の改善を施しましたよってパッチが出てたんで、それをね、一応当ててあります。なので、OS 的には最新のものになってます。で、こちらは、Android ですね。Android に、レドリームをね、入れて、今回は動かしてみたいと思います。はい。ということで、では早速ね、一つ目、こちらのパーキーの X15 から動作の方を見ていこうと思いますね。ちょっとじゃあ音も出してみますね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。ね、最初のムービーは飛ばしちゃいます。早速冒頭のね、アナウンスのボイスが音割れしてますね。BGM も乱れてますね。動作もところどころカクカクっていう感じでね、処理落ちしてますね。かなり顕著に処理落ちしてます。
今市街地を抜けたのでだいぶ動作軽くなりましたね。やっぱり市街地ね、建物とかね、あのポリゴン数が多いものがね、あの乱立している場所ではかなり重くなりますよね。こういう開けた場所ではね、そんなに表示するテクスチャー数も多くないので、でもやっぱりこう処理落ちしてますね、今のところとかもね。もう BGM が遅いですもんね。という形でね、こちらの X15 に関しては、ところどころボイスとかね、あと BGM がかなり遅くなったり音割りしたり、動作自体もね、カクッカクッとこうカクついたりするシーンがかなり顕著に見られました。はい、では次の機体に行ってみたいと思います。はい、では次ね、 RGB10MAX 行ってみたいと思います。でこちらがですね、まあ、レトロオーズが入ってるんで、これはちょっと反則だろうっていう声もあるかもしれないんですけども、っていうのもね、このレトローズっていうのが、ドリームキャストに特化したね、OS なんですよ。なんで、ドリームキャストだけね、異様にね、再現性が高いっていうのが、まあ、売りの OS なので、まあ、ちょっとこちらをね、使うので、他の2つに比べて、このスペックがね、低い本体でもかなりね、いい動きを見せると思います。はい。じゃあ、ちょっと行ってみたいと思います。ちょっとごめんなさい。これも音が出てないので、音をちょっと出しますね。音が出ないな。はい、出ましたね。ステージ1からね、行ってみたいと思います。市内警備支流の全車両に逃亡者が市内を南に向かって逃走し、はい、さっき冒頭であった音割れがないですね。BGM も綺麗になってますね。音割れもない、動きも軽快ですね。いやー、レトローズ素晴らしいな、本当。ただね、これ残念なことにね、この最新の 0.60 になった時にですね、このレトロラン32のですね、ワイド版っていうのがあったんですよね。で、そのワイド版がね、全画面表示のやつですね。今ね、使えなくなっちゃってるみたいで、ワイド版はね、ちょっと読み込むことができなかったんですよね。いや、ここまで一切動作遅延とか音割れないですね。素晴らしい。今一瞬だけちょっとね、BGM が遅くなりましたね。
いや、めっちゃ爽快ですね。やっぱソニーはこうじゃなきゃダメですね。さっきみたいにカクッカクッって言うんだよ。はい、ということでどうでしたか。レトローズ非常に素晴らしい。やっぱりね、ドリームキャストを Linux ベースでやるんだったら今のところレトローズ圧倒的にいいですね。はい、じゃあこれが、チップのね性能が上がったことで MLX とかだとどういう感じで動くのかっていうのを次見ていきたいと思います。はい、それでは最後、こちらのね新商品 RG503 を使ってみたいと思います。で、先ほどね、冒頭で申し上げた通り、こちらのドリームキャストに対してね、フィックスが入っていて、まあ、それがね、乗った上でどうなのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。ちょっとボリューム下げます。あ、で、あとね、これね、先に言っときますね。503なんですけど、このね、ステレオスピーカーなんですけど、音がめっちゃいいです。こっちとこっち比べても段違いにこっちがいいです。音がむちゃくちゃいい。こっちはまあそもそもね、穴2つ開いてるんですけど、モノラルなんですよね。見せかけのステレオスピーカーなんですよ。1個しかね、スピーカーついてないんですよ。それは穴を開けて、まあ、スピーカーがステレオであるかのようにごまかしてるだけで、モノラルです、実際は。で、こっちはちゃんと穴2つついてて、ステレオになってて、音の聞こえはとにかくいい。サウンドのクオリティがね、すごくいいです。はい。はい。では、まあ、ちょっと余談になりましたね。行ってみましょう。いやー、さっきと比べて、軽さが段違いですね。まずは。いや、とにかく明るい。こちらですけども、動作はね、遅延今んとこないです。ただ、サウンドにね、バリバリ、バリバリってノイズがね、入ってますね。さっきのレトローズではなかったノイズが入ってます。わかりますかね？今とかも入ってますよね。ちょっと音ね、わかりやすいのもちょっとありますね。やっぱりノイズがかなり入ってますよね。サウンドがさっきより圧倒的にいいですね。
っしゃいました。はい、ということで、先ほどのね、レトローズに比べて、BGM の方にね、ちょっとノイズが混じってくるような感じになってます。動作自体はね、レトローズとね、ほぼほぼ遜色ないと思います。で、あとね、やっぱり液晶の綺麗さ、それとサウンドの良さ、これはね、もう段違いにこっちがいいですね。この2つを比べたときに。なので、まあ、ちょっとね、この X15 はもうそもそもね、動作自体もかなり緩慢だったんで、まあ、比較の対象にならないかなと。で、ドリームキャストに特化したレトローズを使ったものとこれとを比べると、こっちの方が若干音がノイジーです。ただ、動き自体はかなりこっちに肉薄するような感じで、軽快なところで動いてます。で、あと、音と、何度も言いますけど、音と映像は圧倒的にこっちの方がいい。間違いない。ということで、エミュレーターの動作検証は終わりになりますね。はい。ということで、総括にね、行ってみたいと思います。はい、皆さん、本日も最後まで動作検証のお付き合いいただき、お疲れ様でした。本日はアンバニックさんの新商品になります、RG503 の、検証を行っていきましたが、いかがだったでしょうか。最後ね、ちょっと総評を述べさせていただこうと思うんですけど、その前にちょっと価格面なんかもね、ちょっと軽く触れておこうかなと思います。こちら価格の方がですね、ミニマムサイズ、システムの 16GB のメモリスティックのみが付いた本体価格が、ミニマムで、$149.99 ですね。で、今、円安がね、かなり進んでまして、1ドルが130円ぐらいですので、日本円に換算しますと、およそ19,500円になります。で、私の方は、先行割引っていうのでね、買いましたんで、15ドル安で買いました。なので、1万7000円弱ぐらいですね。で、購入することができました。で、加えてですね、今、たくさんの YouTuber の方がいらっしゃると思うんですけども、バングットさんとね、提携しているような方たちは、かなりね、大きな割引クーポンをもらっているようで、そのクーポンを使うと、今、だいたい1万5500円から6000円ぐらいかな。で、買えるらしいです。はい。なんで、ちょっと気になる方はね、バングットのクーポンとかで調べていただくと出てくるんじゃないかなと思います。はい。で、この商品がね、じゃあ、お買い得なのかどうなのかっていうところは、やっぱり値段にね、関わってくると思うんですよ。で、値段的なところで言うと、まあ、アンバニック製品にしてはかなりね、頑張った価格はつけてるんですけども、やっぱ商品にはね、やっぱり適正価格っていうのがあると思うんですよ。その商品の性能とかビルドクオリティとか、いろんなことを加味した上での適正価格。で、そういった面で言うと、私は、先ほどの、システムの 16GB のメモリスティックのみがついた、ミニマムの、低価サイズの価格で言うと、ちょっと多めに見積もっても、1万6000円ぐらいが妥当だと思ってるんですよ。で、そこに、クーポンとか、そういうセールの割引を乗っけて、1万4500円から、1万5000円ぐらいで買えるような価格帯っていうのが適正価格なのかなって正直思います。なので、1万9500円っていうのは、円安を加味したとしても、ちょっと日本円で買うには、高い価格かなと思いますね。はい。ですんで、価格で言うと、ちょっとコスパはあんまり良くないです。なんですけど、これね、非常に難しい商品なんですよ。決して、ちょっとね、いつものアンバーニックらしくからぬ、ちょっとビルドクオリティのね、ちょっと粗さが目に、つくところはあるんですけど、やっぱこの液晶の、このすごい精細さとね、このサウンド、スピーカーのサウンドの鳴りの良さは、やっぱり評価すべき点ではあるんですよ。なので、一概にね、もうこれダメダメだよって言える商品でもないんですよ。高くてダメだよって言える商品でもないんですよね。だからまあ、そのクーポンとかで、今ね、先ほど言ったように、1万、それこそ、5500円とかで買えるんであれば、適正価格かなって私は思ってます。はい。なんですが、じゃあ、数あるね、中華ゲーム機の中で、今これをおすすめするのかって言われると、答えはノーですね。っていうのも、やっぱ時期が悪いですよね。これそれこそ去年の RG552 が出た10月あたりですね。そのあたりにこの商品が出ていれば、MP の後だったとはいえ、絶対売れてたと思うんですよ。それこそ1万6000円とかで、クーポン使って1万6000円ぐらいまで下がるんであれば、この商品は間違いなく売れたんじゃないかなと思います。はい。なんですけど、今、やっぱ Android ベースに市場が移ってきている中で、あえて Linux の
そのアンドロイドとかの製品は高いですけどね、こっちよりも。こっちよりも高いですけども、ランクがね、かなりちょっと見劣りするような性能のものを、あえて選択肢に入れるのはどうなのかなって正直思うんです。で、こいつって一応RK3326 の、後継のチップを積んでますよっていうことで、まあ今まで動かなかったものがね、それなりに快適に動いたりしますよっていうことなんですけども、じゃあ実際その3326で動かなかったものって何なのっていうのは、PSP、ドリームキャスト、ニンテンドー64、セガサターン、このあたりなんですよ。で、まずセガサターン、これはね、パワー云々っていうよりも、まずね、エミュレーターの再現性が低いんですよ。唯一、エミュレーターがまともに再現性が高めだっていうのが SSF だけなんですよね。で、SSF が、Windows と Android ベースでしか出てないので、これが使えない時点で、サターンはどんなに頑張っても、今この段階では CPU のパワーをいくら上げようが、再現性はそんなに上がらないんですよね。はい。っていうのが実情です。なので、サターンに関しては、チップが少しぐらい色がついたからといって、動作が快適になるものではないんですよ。なので、サターンは変わらないと思ってください。で、次、PSP。PSP に関しては、RK3326 チップで、テクスチャーのスケーリングの解像度ですね。これを、2倍にしたとき、ネイティブが1倍なんですけど、要するに、ネイティブの PSP と同じ表示の解像度、テクスチャーの解像度で遊ぶ分には全く3326でもほとんど問題ないです。ほぼほぼ問題ないです。なんですけど、これを2倍に上げてちょっとテクスチャーとかを綺麗にしたときに、動作が緩慢になるソフトが何本かあるんですよ。重いソフトが。で、それらが、こっちの、RG503 だと、2倍に上げても快適に動きますよって触れ込みなんですよね。なんですけども、2倍って、それはネイティブに比べれば綺麗な方なんですけども、やっぱり、この、今回、OLED、有機 EL を積んでるので、かなりね、テクスチャーの、綺麗にした時の表示がね、すごく美しいんですよ。なので、本来であれば3倍ぐらいに上げて、この有機 EL が、フルパワーを発揮できるような感じなんですよね。3倍に上げてめちゃくちゃ綺麗だなっていう風に感じるんですよ。なんですけど、3倍に上げた時に、やっぱ動作がね、このね、RG503 だとね、追いついてないんですよ。パワーがちょっと足りてない。3倍に上げるには。なので、動作がね、もともと重いやつとかを3倍に上げるとかなり重くなっちゃうので、快適に遊べるのはね、やっぱ2倍までなんですよ。なんで、言い方悪いんですけどね、ちょっと宝の持ち腐れ感があるんですよね。はい。で、あとは次が、Nintendo 64。で、これも、エミュレーターの再現度とか完成度によるところがあるので、3326で快適に動かなかったものが、多少快適に動くとしても、再現性がぐっと上がるかって言われると、そこもちょっと違うところですね。だからパワーというよりも、エミュレーターそのものの再現性がそんなに高くないので、Nintendo 64自体が。なので、パワー上げた、ちょっと上げたからって、ものすごく今までダメだったものが快適に動くかって言われると、答えはノーですね。これに関しても。なので、Nintendo 64も、さほど、こっちの RG503 になったからとて、そんなに再現性は上がらないと思ってください。そして、最後、ドリームキャスト。こちらに関しては、パワー的に言うと、RK3326 でも十分実はね、再現性は高く取れてるんですよ。っていうのも、先ほどね、紹介した、レトローズっていう OS がね、示している通り、パワーは足りてるんです。正直3326でも、走らせるには。なので、こいつに上げたからといって、劇的に動作の環境が良くなるっていう感じではないです。で、むしろ、エミュレーターの再現性の方は、OS でいうと先ほどのレトローズの方が全然優れてますんで、このエミュレックベースのアンバーニックオリジナルの OS よりもパワーが上だけども、こっちのね、さっき紹介したこの RGBTMAX で走らせたレトロオズの方がね、再現性は高いです、はっきり言って。で、いずれこの今出てる RG503 で出ていたノイジーな部分ですね、サウンドの、それはまあ解消されてくるでしょう。で、それが解消されてもドリームキャスト全体の、動作の環境が抜群に良くなるかって言ったらそうでもないと思ってください。はい。そこはあんまり期待しない方がいいです。はい。っていう感じになりますね。なので、正直ぶっちゃけたことを言ってしまうと、この、3326を積んだ、
特にね、このレトローズが使える RGBTMAX シリーズ。これとね、正直大差はないんですよ、性能的に。はっきり言ってしまうと。ただ、サウンドと、グラフィッククオリティ、この、ね、液晶ですね。これはもう比べ物にならないぐらいこっちの方が高いです。はい。なので、もし今、Linux ベースで中華ゲーム機欲しいって方がいらっしゃるんであれば、これを買うぐらいだったら、この RGB10MAX シリーズを買うぐらいだったら、こっちを買った方がいい。絶対それは間違いない。もう確実にこの液晶と音がこっちの方が、特にあのサウンドです。液晶はね、まあこれ好き嫌いあると思うんですよ。このやっぱ発光が強すぎるっていう方は、あの通常の IPS 液晶でも十分いいと思うんですよね。で、あのただ、あの、明るさがすごく明るくても目に別に負担にならないって方はこっちの方が絶対いいと思います。ただ、サウンドに関しては間違いなくこっちの方がいい。もう明らかです。もう歴然ですね。歴然の差があります。サウンドに関しては。なので、まあそういったね、液晶とかサウンド周りはこっちの方が抜群に優れてますんで、私としては、まあ価格もね、これ大体1万4000円ぐらいなんですよ。大体取引価格、RGB10MAX が。で、こっちが、まあクーポンとかうまく使えばね、今、先ほど言ったように1万5000、500円から1万6000円とかね、それぐらいで買えて、まあ私が買った時も1万7000円ですから、まあ3000円の差で、この液晶の綺麗さとサウンドの綺麗さが入るんだったら、こっちの方がね、間違いなく満足度高いですね。はい。という感じになりますね。で、じゃあまあ誰に向けて刺さりそうかなっていうところを考えていくと、まずね、いろいろね、分けて考えた方がいいかなと思ったんですよね。この商品をお勧めしたい人としては、まあ、3.5 インチのまず中華ゲーム機しか持ってなくて、ちょっと大きなモニターのやつが欲しいんだよな。でも、そんなに、例えばオーディンとかみたいに3万5000円とかね、そういった価格はちょっと出したくないと。で、RG552 に関しても2万5000円ぐらいしますから、ちょっとそこの2万円超えるラインは嫌だなっていう方ですね。は、いいかなと思うんですよね。Linux ベースで、かつ2万円以下で買いたい人、はい、は、なかなかおすすめです。ただ、先ほど申し上げた通り、中華ゲーム機でこれぐらいのサイズのモニターで、メインのターゲットは、ドリームキャスト。ドリームキャストでいっぱい遊びたい。で、できるだけ大きな画面で。っていう方は、こっち買った方がいいです。RGB10MAX。はい。で、ドリームキャストじゃなくて、もう一つね、メインとなりそうなのが PSP。PSP がメインで遊びたいんだよね。だけどあんまりお金をかけたくないんだよね。っていう方は、これがいいと思いますね。X15。これはね、もともと、これと比較した時に、クロック数がね、こっちの RGBTMAX より少しだけ下なんですよ。下なんですけど、ベースがね、Android なんですよ、こいつ。で、アンドロイドベースの PPSSPP の方が全然安定してますから、Linux ベースのやつよりも。なので、再現性がね、そもそも高いんですよ。で、これ Antutu の総合スコアがだいたい5万ぐらいですね。5万から5万5千ぐらい出るかな。はい。ぐらいあるので、正直 PSP をアンドロイドで動かすには十分すぎるほどの Antutu 備えてますから、PSP ぐらいだったら2倍の解像度だったら余裕でサクサク動きますから、大きな画面で安くて PSP が遊びたいんであれば、これがおすすめです。で、こいつがね、なかなかね、価格が難しいところで、ストアの大体取引価格が1万2000円前後なんですよね。で、私は、これ、ペイペイフリマで実は買ったんですよ。っていうのもね、このね、やっぱりちょっと引きますね。Android ベースの中華ゲーム機って、好き嫌いがね、すっごいあるんですよ。Linux みたいに、Linux ベースの MLX とかみたいに、グラフィカルじゃないのと、フロントエンドがね、グラフィカルじゃないのと、あと、いろいろね、自分で設定ファイルを用意したりしなくちゃいけなかったりして、結構手間がかかったりするんですよ。そういうのが別に平気だっていう人は、こっちをね、Android を好んで選ぶ傾向が多いんですけども、そうじゃない人が買って、なんかいろいろ設定とかめんどくさくて分かりづらいっていうので、本当にね、ちょっとだけ触ってもうすぐ手放しちゃうってパターンが多いんですよ。で、私もこれも、そのパターンなんですよね。ほとんど新古品。もう、少し触って分からなかったんで手放しますみたいな感じだったんですよね。で、すっごい綺麗なもう、ほとんど新品の状態ですよね。届いた時も。で、それで、出品価格が8000円だったんですよ。
で、そこに、いつもね、まあこれ説明してるんですけど、ペペフリマさんが、だいたい定期的に 15% オフのクーポンを配ってるんですよ。私、あれですよ。ペペフリマと提携してるわけでも何でもないですからね。はい。単純にそういうクーポンが、定期的に発行されてるのでよく使うんですけども、で、その 15% のクーポンを使って、6800円でね、ほぼほぼ新品のやつです。手に入りました。なので、これね、X15 をもし探すんであれば、新品よりも、ペイペイフリマ、メルカリ、ラクマ、ヤフーオークション。このあたり探せばね、大体ね、中古で1万円前後で大体出てきます。はい。で、物によっては1万円切って、私みたいに8000円とかで買えるときもありますから、もしこれが気になる方は、中古で買った方がいいです。中古っていうか、新古品かな？うん。いっぱい出てると思うんで、はい。で、PSP をやるんだったら、これ、こっちの RG503 よりも、こっちの方がモニターも大きいですからね。はい。で、輝度はここまで明るくならないですけど、これも輝度 100% にすれば、先ほどの RGB10MAX よりは明るく映るので、全然、輝度 100% でしてあげれば、暗いなって感じることはまずないと思います。はい。なので、できるだけ安く済ましたいなら、これもおすすめです。で、あともう一つ PSP 目的であれば、やっぱりね、どうしてもね、上がってきちゃうのが中華ゲーム機じゃないんですけど、こいつですね。ビータ。PSP 目的だと、こいつがやっぱどうしても入ってきちゃいますよね。これも、私が持ってるのこれ初代型なんで、初期型ね、初期型なので、液晶が有機 EL です。同じですね。こっちと同じ。有機 EL ですっごい明るいです。はい。で、そもそもビータはネイティブで PSP を動かすためのエミュレーターがね、組み込まれているので、カスタムファームウェア入れてあげれば簡単に、PSP が動いちゃいますので。はい。ただまあ、解像度は確かネイティブからいじれないんで、素のね、PSP の表示のままでプレイすることにはなりますけども、値段としては安上がりですし、モニターサイズもね、これと同じぐらいですね。5インチ近くあるので、大きな画面で、かつ有機 EL のすごい明るい画面で、PSP も遊ぶことができます。はい。で、大体、中古の取引価格1万円から1万2000円ぐらいかな。で、買えちゃうので、かなり安上がりになりますよね。はい。という感じで、まあ、PSP とか遊びたい方は、まあ、これじゃなくて、先ほどの X15 かビータを視野に入れてもいいのかなと思います。で、あともう一つ、もう一つのパターンとして、まあ、3.5 インチとか3インチの小さいモニターは、ちょっと、私みたいにね、おっさんなんで、ちょっと長時間プレイするにはちょっときついんだよなっていう方は、いらっしゃると思うんですよ。で、かつ、私みたいなおじさんは、正直な話、ドリームキャストとか PSP とかそんな興味ないんですよ、はっきり言って。そのためにこのレトロゲーム機を買うんじゃなくて、やっぱスーパーファミコン、ファミコン、メガドライブ、ゲームボーイ、ネオジオ、アーケードゲーム。で、それとまあ、やっても PS1 ぐらいですね。で、十分懐かしめるので、その懐かしいゲームをやるために、こういった中華ゲーム機を買うっていうのが、一つの目的になってくると思うので、まあそういう方はですね、ぜひね、これも私の前の動画でね、紹介したんですけど、これもね、視野に入れてもいいんじゃないかなって個人的に思いますね。パウキーの X39。今言ったファミコン、スーパーファミコン、メガドライブ。ちょっと PC エンジンには対応してないです。ネオジオ。それからゲームボーイ、ゲームボーイからゲームボーイアドバンス。それとプレイステーション1。この辺まではしっかりと完備しているので、動きます。で、モニターも、これ一応 4.3 インチあるので、初代の PSP ですね。ビータじゃなくて PSP の方。と、モニターサイズ 4.3 なんで一緒なので、結構大きな画面になります。で、この 4.3 インチのゲームで遊べる中華ゲーム機なんですけど、これ私買った時4500円ですよ。4500円でそこまで動くんだったら十分でしょって話ですよね。で、今ちょっと円安が進んじゃったんで、5400円から500円ぐらいかな。の取引価格になってます。1000円ぐらいだからちょっと上がっちゃってますよね。なんですけど、まあそういったレトロゲームを遊ぶには、このある程度画面もでかいですし、目もね、そんなに、3.5 インチに比べれば疲れないので、いいかなと思いますね。視野に入れても。そんなにお金かけたくなくて、レトロゲームだけで遊びたいって方ですね。で、3.5 インチはちょっとちっちゃいよっていう方は、これでもいいかなと思います。十分かなと思いますね。はい。という感じになりますね。だからね、これね、非常にね、何度も言いますけど、難しい商品なんですよね。素材はね、すごくいいんですよ。このファーストインプレッション、これ発売前のね、やつでも、お伝えしたんですけど、用意されてる素材はすごいんですよね。こういうサウン、ステレオと、ステレオスピーカーとか、有機 EL モニターとかね。なんですけど、それをね、料理する料理人のね、パワーが足りないんですよ。やっぱり。ちょっとね、この今積んでるチップだとパワーが足りない、だからちょっとね宝の持ち腐れ感が少しあったりするので、
うん、難しい商品ですね。はい。といった感じでね、商品の方の紹介を、以上とさせていただこうかと思います。はい。本日のね、こちらの動画が皆様の何かのお役に立ちましたら幸いです。ぜひチャンネル登録をしていただいて、また次回の動画をお楽しみに待っていただければなと思います。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。